こんばんは高野圭介ですこの度 TBS の戦力外通告に出させていただきましたまあテレビなんで多少ニュアンスの違いの部分がねあったりもしたんですけど今ね台湾と日本のニュースで言われている問題給料の部分の食い違いについて、えー、僕の口からお話ししたいと思います本題から入りますと番組内で台湾に行ってる間二軍生活の時の収入が10万円と記載されていたことについてです この10万円という部分が台湾でもニュースになってしまっていて、高野が10万円で雇用されていたのではないか、外国人の最低賃金に違反しているんじゃないかと報道されて問題になってしまっています。なぜそこに誤差が生まれてしまったのかをこれからお話ししたいと思います。もともと台湾に行くとき給与については二軍にいる間は0円でチャレンジさせていただく予定でした。まあ僕も0円と言われましたけど、その0円でも野球がしたい。 野球が好きだから挑戦していきたい。まあそういう気持ちでよろしくお願いしますという形で契約を結びました。しっかりと一軍に登録する際には契約は切り替わってしっかり給与が出る契約も用意してくださってました。しかし、コロナ禍もあり収入がない形でのビザ、いわゆる観光ビザではビザが降りない状況っていうのが 続きました。最初に契約を交わしてから1ヶ月、2ヶ月と過ぎても、そのビザは下りない形でした。そこで、中心兄弟は、そういった状況を解決するべく、林監督や球団の計らいで、二軍の登録の時も20万円出していただくことになりました。その代わり、台湾に渡った際の隔離期間、3週間あるんですけど、その3週間の隔離期間にかかる ホテル代と台湾に行くまでの飛行機代は実費でお願いしますっていう話になりました。僕自身もともと二軍の間は0円でやっていく予定だったので、まずそこにお金を出してくださることもすごく感謝しましたし、隔離が終わった後の量も用意してくださって本当にありがたい話でした。そういった形で最初に契約を結んでから2ヶ月と少しで就労ビザの 申請も通りましたし、無事台湾に渡航することもできました。林監督も高野を台湾で見たい、高野のチャレンジを受け入れてあげたいという気持ちでこういう計りをしてくださりました。林監督と中心兄弟には本当に感謝しています。 さて、給料に関しましては、中心兄弟の言う通り、約20万円支払われていました。その中で、台湾の外国人にかかる税金、その他、国民健康保険など、厳選徴収などで聞いていくと、手取りにすれば、およそ12万円ほどになり、それを僕が番組の方にお伝えしたところ、それが番組の中で、給料、約10万円という風に記載されてしまった。 ようです。番組が放送される前日に担当の方から確認の電話があり、当初は給料0円という見出しで言っていいですかと聞かれましたが、中心兄弟が先ほど話した経緯の通り、僕のために僕のことを考えてやってくれたことがあるので、そういった表現は必ずやめてくださいと伝えました。電話の後にもメッセージでその内容をお伝えしたのですが、実際にやり取りした文面はこちらになります。 こういう文面を送ることで分かってくれたと思いますが番組内では人によっては少し違ったニュアンスで捉えられる形となってしまいましたこの件を受けて僕はすぐに中心兄弟の GM と林監督に連絡をさせてもらいました今回台湾と中心兄弟にご迷惑をおかけするような形で報道されたことや台湾内では不当に雇用しているのではないかという問い合わせが来ていることに対して僕の方から謝罪させていただきましたすべての事情を説明するとタカが 球団を悪く言うようよななことはない。信頼関係が崩れることはないよと言ってくださいました林監督は僕の挑戦をトライアウト込みで応援してくださっていたので電話をかけると大丈夫心配ないよ球団からしっかりと事情はマスコミにも説明したそれよりもこれから高野くんは野球をどう関わっていくのと今後の話までご相談させていただきましたこういうよういよに言っってて、くださって 本当にありがたかったですし、改めて台湾プロ野球 CPBL で1年間プレイできて野球人として本当に良かったなと感じました。本当にありがとうございます。僕は中心兄弟の選手たちや中心兄弟のファン、CPBL のファンがみんな好きなので、そういった誤解が解けて本当に良かったです。今回給料の誤差が生まれてしまった問題の天末はこういった形になります。 最後になりますが、僕をこうやって TBS の有名な番組で取り上げてくれたことはとても感謝しています。番組内での締めくくりは、高野は独立のオファーを蹴り野球浪人を選択した。 とありましたが、まあ、少し、えー、ニュアンスが異なってましてオファーを断ったわけではなく球団などと相談中ですし家族を守っていくためにはどのような選択が最良なのか野球はもちろん野球以外での就職も含めて検討中です正直なかなかすぐにつく決断ではなく毎日家族と話をしていますがどのような選択になっても家族ともども応援してくださると嬉しいです、えー、すみません長くなりましたがご視聴ありがとうございました